文化系トーク YouTube グランファンパースです。はい、ここ最近は BE:FIRST と BMSG 関連の、動画を上げることがとても多くなりましたけれども、おかげさまでいろいろな方が見ていただきまして、でコメントで質問とか疑問などもいただくことがありますので、そちらについて個別で回答させていただいたものもありますし、あと私にはちょっと手に余るというか、そういう質問に関してはちょっとお断りしたりしたこともあったんですけれども、今回はですね、個別で回答はさせていただいたんですけれども、もしかしたらその方以外にも疑問とか思ってらっしゃる方がいるかもしれないというふうに思いますので、あくまでも一 YouTuber の、考察というか個人的意見ではありますけれども、2つほど今回は質問と疑問というものについて私の意見をここでも述べさせていただき、さらにその回答に付け足した形でもね、ちょっと話させていただきたいと思いますので、今回はそういう形の動画にさせていただきます。で、まずですけれども、ビジュアルに関する質問というのがちょっと前にあったんですね。で、こちらの方、内容的にはちょっと今抜粋しながら読ませていただきますけど、BE:FIRST はビジュアルを磨かないといけないっていうふうに、こちらの動画は私が確認できていないので、コメントそのまま読ませていただくんですが、新田ダンススクールの新田さんが言っていらっしゃった言葉っていうことですね。K-POP とかね、オーディション関連でとても有名な YouTuber さんで、本当にプロの方にもインタビューしたりとか、そういうすごい方なんですけれども、その方がいらっしゃいまして、ビジュアルを BE:FIRST のメンバーに磨かないといけないっていうふうにおっしゃっていらっしゃったという話で、そうですね、韓国、K-POP の方の話からだったのかな。で、K-POP の人たちは、ビジュアルというか、実力とかがすごいけど、ビジュアルで、ああっていう風になるっていう形っていう風に言ってらっしゃるということでした。これに関しての話なんですけど、K-POP の人たちが、ビジュアルが良いっていうか、そういう人たちを選出して選んでいるっていうところは、アイドルですから、K-POP アイドルなので、だからそういうところはまずあるのかなっていう気がするっちゃするんですね。で、ビジュアルっていうものに関しての、そうだな、私の考え方なんですね。で、特にその K-POP ではなくて、BE:FIRST に関するビジュアルの考え方。大前提として、BE:FIRST の7人のビジュアル、私はとても良いと思っているんですね。で、ビジュアルに関しての話で、つまりその BE:FIRST のファン層がどこにあるかっていうところの話、ちょっと前にもね、話した内容にもリンクするんですけれども、BE:FIRST のファン層は、日本の主婦層とか社会人層だったりとか、シニア層の方とかが多かったりはします。で、もちろん若い人たちにもいるんですけれども、アピールしている場所っていうのが、いわゆるその K-POP ファンが多い10代20代前半ぐらいの人たちとは違うところにあったりするんですよね。で、コメントでも時々いただくんですが、K-POP カルチャー、K-POP 文化に馴染みのない方たちも、実は BE:FIRST のファンには多くて、で、さらには、K-POP カルチャーがあまり好きではない人たちも多いっていうのは、おそらく間違いはないかと思います。あるいは、コメントでもいただきますが、もともと K-POP が好きで、そこにちょっと離れて、日本のグループを応援したくなったというか、日本のグループで出てこないかなって思っていたところに、もうドンピシャのグループが出てきたから応援したくなったっていう形の話とか、いろいろあるんですね。で、ビジュアルに関しては、メイクの仕方とか、その心構えとか、そういったところ、立ち振る舞いとかで、そのすごくいろいろ変えることはできると思うんですね。で、K-POP アイドルらしい立ち振る舞い、ビジュアルの作り方とかいうのも絶対にありますし、今はスタイリストさんが、すごく、いろんなことができるので、ビジュアルに関してもやろうと思ったら、多分ですけど、いわゆる K-POP 側に寄せるっていうことも可能なのかなっていう気がします。私の推しグルの一つのオルビット。オルビットも、K-POP の、ロジックを使っているグループですから、ビジュアルというか、メイクの仕方とかは、そちらに寄せているだろうなっていうのがあって、で、オルビットを友人に見せたときに、K-POP っぽいメイクの仕方してるねって言われて、実は言われるまで気づかなかったんですけどね。ちなみにその人はちょっと否定的な意味合いで言っていたのでね、そういうこともあって、K-POP 的なメイクの仕方をあまり好まない人たちっていうのもいるような気がして、で、BE:FIRST に関しては、ファン層がやはり主婦層、社会人層、シニア層の方がやはり他の新人グループに比べて多いような気がします。で、だから日本風のすごいイケメンの感じに育てるっていうのは、すごいできるんじゃないかなって思っている。で、
韓国と日本の芸能人に関して、ジュジューランドさんっていう YouTuber さんが前言ってたんですが、確かあれ、チャミスル、あれですね、チャミスルっていう、韓国の焼酎の、CM に関しての考察をしていた、リアクションを動画をやっていたところで見たんですが、ジュジュさんが、つまり、韓国の芸能人と日本の芸能人はメイクの仕方が違うっていう、韓国の人は本当にいろいろファンデーションとかもやって、本当に白く、するっていう風に言ってて、で、日本の方はもっとナチュラルメイクですよねっていうような言い方をしてたと。そう。だから、多分その今の BE:FIRST のみんなも、いわゆる日本風のナチュラルメイクっていうところだと思うんですけれども、で、もしかしたら K-POP を見慣れてる人にとっては、BE:FIRST の日本風のナチュラルメイクっていうのが慣れないのかもしれないですけど、その、馴染みが逆に薄くなってんのかもしれないんですけど、でもその路線で行った方が BE:FIRST らしさ、日本らしさっていうのが出せるし、その BE:FIRST のファン層にもすごいアピールができると思うんですよね。で、結局K-POP に寄せる感じのメイクの仕方とか立ち振る舞い的な感じを BE:FIRST にさせるっていうのは可能なんですけど、ただ、やらないと思います。それをやることによって、BE:FIRST の本来の持ち味というか、一番有用な武器というのが、やはり使えなくなるというか、それじゃ K-POP と同じになるよねっていう、それ悪い意味じゃなくて、結局また模倣になっちゃうよねっていうところは意味がないんですよね。で、例えば今の感じで言うと、JO1 とか INI とか Orbit とかは、やはり日チップがね、K-POP の方のオーディションから来ているものなので、デビューした後もね、そっちに寄せてるというか、K-POP 的なメイクの仕方とかをしているなっていうふうには思うわけですよ。それの、そのロジックを使うと、やはり、日チップ関連のグループには、BE:FIRST はそのロジックでは勝てないと思うんですね。日本初のカルチャーっていうところをスカイハイ社長も言ってますから、そういった意味合いでビジュアルの見せ方にしても日本初っていうところをやっていくんじゃないかなっていう気がします。で、日本人風のそういうビジュアルっていうのが、私たちは自分たちの国で、しかも日本人はあまり自分たちの国を褒めたりとかしないのであれなんですけど、日本人風のそういう顔立ちとかそういうのが好まれる外国っていうのもすごく多いっていう話は実はあって、だからそういう方たちにアピールしていくっていう部分で、だからここであえて K-POP の方に寄せる必要はないというビジュアルを磨くっていうのは間違いないし、スカイハイさんはそこもちゃんと本人たちにはインタビューでもね、日経エンターテインメントかなんかのインタビューでも言ってましたが、ビジュアルっていうものを意識するようにっていうことも言ってると。だからそこは必ず意識はしています。ただ K-POP のビジュアルの作り方とは違う作り方をしていくと思うので、今後のそういう変化の仕方とかも含めて人によってはちょっと違うなって思う人もいるかもしれない。ただそれは日本初のカルチャーっていうところを打ち出していく際に絶対に必要なことだと思っています。で、その中でやはり BE:FIRST メンバーとしてはりょうきくんにすごく期待をしてますね。そうたくんとかにパックをするっていうことをなんか教えたりとか、メンバー全員のそういったね、美をこうメンバー全員の美しさを際立たせるっていうね、あれですね、そうたくんのやつで、りょうきはお姉ちゃんだっていうふうに言ってましたけれども、やはり家族の美しさをね、磨き上げさせる美しい長女という形でね、りょうきくんにそのビジュアルに関しては本当に期待をしているというか、だから日本のやっぱり俳優さん、りょうきくんは俳優さんなので、俳優としての美しさっていうところの話とか、その辺をうまく打ち出していければっていうところはあるかなっていう風な気がしているので、だからK-POP 的な感じにはならないかもしれませんが、りょうきくんが、りょうきくんとスカイハイさんが、その辺のビジュアルに関してはプロデュースしてくれると思いますし、で、りゅうへいくんとしゅんとくんなんかはまだまだ成長期ですからね、もう2年後、3年後とか、もうすごいイケメン、もっとさらにイケメンになってるかなっていう風に楽しみだったりするし、あと日本人特有の育てていきたいっていうカルチャーっていうのがありますから、だからそのビジュアル的な部分でも彼らの変遷をたどっていくと面白いんじゃないかなっていう気がしますよ。で、それで言うと K-POP で言っても BTS っていうグループは全員がビジュアルメンバーってわけじゃなかったわけですし、そこは今でも変わってないとは思うんですね。アーミーではないのであれなんですが、ただそういう話を聞きました。だから、そういう意味合いでオリジナリティを出していくためには、やはり日本風のその見せ方っていうのがあるから、それでいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、だからビジュアルを鍛えなきゃいけないっていうのは間違いないんですけれども、そこに関しては、K-POP をなぞる必要はないかなと、個人的には思っております。はい、そんな感じですね。続きまして、BE:FIRST のワンマンライブのチケット代に関する話っていうのがありまして、これも質問でいただきまして、回答もさせていただいたんですけれども、こちらが、つまりその、他のアーティストさんのドームツアーとかのチケットよりも高いっていう話を、その方は聞いたっていうのがあったんですね。で、高いっていうのが、理由として、
私が思ったのが、まあ、回答もしたんですけれども、つまり今はその BE:FIRST、BMSD がすごい盛り上がってますし、クラウドファンディングも正直4億円超えましたよ。で、そういう感じではあるんですけど、これもスカイハイさんがもともと、Twitter かな、インスタで語っていたことなんですが、もともとのね、このデビュー日、11月3日、文化の日にね、デビューさせるっていうのと、11月5日のライブ、実はこれも全然 BE:FIRST が盛り上がる前、ザ・ファーストがやってる途中で、本当にスカイハイさんも BMSG もどうなるかわかんない状態でやってる時であったというところですよ。だからその段階でライブ会場を確保したっていう時に、ちょうど立川の方であったので、11月5日にワンマンライブと。だその時は正直 BE:FIRST がこんな風に大きくなるなんて誰も予測がしていなかったということですよ。話題になるっていうね。だから、でもやっぱスカイハイさんも1億円自分で出資もしたし、 BMSG もカツカツでやっているというところがあって、どうしてもちょっとでもそこをどうにかしないと、そもそもデビューさせてもライブもできずに終わってしまうっていう可能性もあったと、あるかもしれない。だからそこに関しては多分申し訳ないけれども、ちょっと高く設定しないと当時の会社としては生き残っていけないっていう状況だったんだろうなという気がします。で、おそらくはそこに配信とかも混ぜて、それでペイをするっていう形でしないといけないというところだったかなと。あとは1が5つ並んでる1万1111円ですから、まあ結果的に7人グループにはなったけれども、7人っていうのは途中でスカイハイさんが変更したことなので、もともとは5人グループの予定だったというところもあるので、だから1が5つ並んでいるっていうところの数字なんだろうと思います。はい。まあ7人になったから111万円って言われたら誰もいけませんからね。うん、だから1万1111円ということでなりましたけれども、まあベスティの方々はやはり他の界隈とか他のグループの状況って知らなかったりするので、そういうのと比べてびっくりされたりする方も多いのかなっていう気はしますね。ただ今回本当に BMSG がカツカツでオーディション番組を始めたっていうところもあったわけですから、まあ仕方がないと。でやはりね、倍率がめちゃくちゃね高いという、やはり3000人ぐらいのね、2500人でしたかね、まあ収容する施設っていうことですが、今現在の BE:FIRST の盛り上がりいったら、それこそ1万人規模のところでもいけるっちゃいけるんですけれども、まあやはりそのライブ会場を予約した段階でそんな風になると思っていなかったと。で、実際のところオーディション番組日本でもいくらでもやってましたけど、やはり韓国勢のオーディション番組というか、日プーはじめとするそちらの方が盛り上がるので、日本でまあ俳優さんや女優さんのオーディションとかも含めてやっても、そこまで盛り上がるかどうかっていうのは分かんなかったわけですよね。だからやはり2500人でもなかなか冒険だったと思うんですよね。だからそこは結構BMSG として一番その時の最適解がそこだったっていうことで、もしそのライブ会場を今から取って予約すぐできるんだったら、おそらく BMSG も1万人2万人規模のライブ会場にして、おそらくベスティのなるべく多くの人が会場に行けるような状況にすると思います。まあそれもありますが、今は結局ね、まだ緊急事態宣言は解除になりましたが、イベントごとはまあ半分ぐらいに減らしたっていうのは変わっておりませんし、実際フルでドームとかスタジアムで入れるっていうのも不可能ですけれども、まあいろんな状況が重なっているっていうのと、あと結局ね、公演に関して舞台とかも舞台っていうのはそういう演劇の舞台ですね。つまり人数を減らさなきゃいけないので、だから例えば普段だったら6000円ぐらいの舞台が1万2000円とかになってたりとかするっていうのがあって、この感染症の状況下では舞台とかそのライブとかの人数を半分にしなきゃいけないっていうのがあるから高くなってるんですよね。だからそういったこともあったと思うんです。だからまあこの感染症下が本当に落ち着いてきて、あと BE:FIRST 自体もね、どんどんでかくなっていきますので、そうなってきたら席とかの数もね、 S 席 A 席 B 席みたいな感じのも可能な感じにしたりとかすればいいし、そうなってくれば行きやすくもなるかもしれない。で、一番最初のね、ファーストワンマンライブっていうところで、ファーストでワンマンっていうところで1を5つ並べるっていうところは、やはりBMSG もスカイハイさんもアーティストなので、弦を担いだりとかね、そういう感じのはしたい人たちだと思うから、だから一番最初のねライブを見るっていうところの、そこのなんていうんですか、優位性というか、それ見れる方のまあイニシアチブというんですかね、そういうところも含めると 11,111円というのは、あとこの感染症の状況下、 BMSG の当時のカツカツだった状態、あと BE:FIRST が盛り上がるか分かんなかったっていうところ含めた上で妥当なんじゃないかなというふうに私は考えております。まあこれに関しても私の個人的意見ではありますけれども、はい、そんな感じで今回はですね、2つの疑問質問に私なりの個人的見解で述べさせていただきました。はい、
今後も疑問とか質問ありましたらコメントなどで言っていただけると、まあ、全部に答えることはできないかもしれませんし、私ではわからないこととかも多いかもしれませんので、答えられる範囲でっていうことにはなってしまいますけれども、そうですね、だから例えばBMSG の世界戦略をどう思います、どのようにやっていくと予想されますかみたいな、そういうことは多分私には全然わかんないので、そこはスカイハイさんが知ってると思いますし、私がだからそれがわかるんだったら、私が自分でレーベル作って自分でなんかやってますからね。あとは多分自民党新総裁どう思いますかとか、そういう話も私にもこの動画で答えるっていうことはできませんので、そこのところはご了承いただければと思いますけれども、はい、そんな感じでしたね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。